はい、どうも皆さんこんにちは、加賀光栄です。今日は対談ということで、皆さん憧れの、元大王政治会長井川さんをお呼びしました。よろしくお願いいたします。井川さんと 2度目ですね、はい、こうやってねお会いするのは、まあ、前回ちょっとお話がちょっと足りなかったということで、今回はもうバンバンお話を私がバンバン言うと YouTube バンされちゃうかもしれないです。いやそんなことないですよ。大丈夫です、大丈夫です、大丈夫です。それでね、もう井川さんというと僕はスピリタスのことばっかが頭に浮かぶんですけれども、はい、あれはでも本当に飲んでるんです。本当に飲んでます。うわー、なんでスピリタスにはまったんですか。いや、まあ、大体ね、若い頃一回は、世界で一番度数の高い酒だっていうことで、飲んでみたくなりますよね。で、まあ、私ももちろん、まあ、20代の時に、ちょこちょこっと飲んでこんなもんと思ってたんですが、はい、まあ、酒は親譲りで強いもんですから、スピリタスの前はテキーラを一晩に1本ぐらい飲んでたんですが、だんだん辛くなりまして、やっぱりちょっと味も、独特ですし、二日酔いが残るようになったもので、はい、たまたまどっかの店にスピリタス、あ、懐かしいねって、昔飲んだねってやってみたら、二日酔いがないんですよ。スピリタスで。あ、抜けがいいってことですか？抜けがいいんですね。純粋だから。純粋 96% アルコール、4% の水ですから。そうですね。で、しかも別に合成酒じゃなくて、ウォッカの一種で、ジャガイモから作ってます。これはですね、今本当に私の周りもですね、だんだんこう、ハマってきてまして、はい。行きつけの店、友人、みんな。大丈夫か？いや、申し上げますが、結局、トータル潰れるまで飲んだとしても、肝臓が処理する量は一緒ですから。あ、はい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 。オーバードーズにはなりませんので、はい。いや、僕もスピリタスの出会いっていうのがあって、はい、やっぱり30代の頃に、モスクワにしょっちゅう行って、はい、で、やっぱり並んでると、アルコール度数96度っていうの目につくんですよね。はい、で、それを買ってきまして、冷凍庫に入れて、トロトロにして、最高ですよね。いや、まあ、味がないのがいいんです。でもね、やっぱりお酒の飲み方っていうことで、僕やっぱり男の人ってお酒の飲み方で、その人の雰囲気というか、なんか、度量というか、いろんなものが僕、見えてしまうなっていう気がして、はいはい、で、一番僕は驚いた方って言いまして、はい、で、銀座で飲んだりすると、いきなりつむじ風のように、よれよれのコートを着て、ダーンって入ってくるんですよ。で、みんなお客いるんですけれども、なんだろうってみんな見るんですね。そうすると、その人は、いきなりドタドタドタって来て、一人用のソファーのとこ、ドーンって座って、そうすると、ボーイさんが慌てて、ロック、入ってきて置くんですよ。はいはいはい、でも、誰も女性つかないんですよ。はい、誰も話しかけないんですよ。はい、そして彼は、それを飲みながらじーっとこうやって、寝回すんですよ。はい、それが伊集院静香さんだったんです。ああ。で、ちょうど多分、はい、夏目雅子さんの件があって、はい、いろいろ次の目標も見つからずに、まあ小説に書かれてますけれども、喧嘩をして、いろいろ荒れてたんだ。はい、もう本当すごいんですよ。もうね、殺気そのものでダーってきて。はい、で、ママに、ママ、あれ、伊集院静香さんじゃないですか？そうよ。なんで誰も行かないんだ？ダメ。行っちゃダメ。かかちゃん、あなたもダメだからね。はい、で、絶対伊集院さんと喧嘩しちゃダメよと。もうボコボコにされるから。はい、一番強いのよ、あの人は。銀座で一番強いって言われたよね。って言われたんですけど、事実誤認があるのは、僕、喧嘩するタイプじゃないんですよ。その前提が。そうそうそう。なぜか喧嘩しちゃいけないって言うんですけど、僕は喧嘩するタイプじゃないんですよ。伊集院さんとはそうですね、銀座でも、はい、私もそうですね、自分が30代の頃ですから、20年ぐらい前に、フレとかマイコでですね、はいはいはい、お見かけして、時々隣のテーブルなんかになると顔見知りになってきて、うん、ママも紹介したりするもんですから、うん、ご挨拶して、ちょっと世間話ぐらいは、はい、殴られはしなかった。いやーでも伊集院さんね、先週亡くなられて、はい、本当僕もショックだったんですけれども、まあ非常にね、小説は本当に人間味あふれていて、やっぱり挫折した人間がどうやって立ち直っていくかみたいなね、はい、まあ書かれていて、それは本当に涙しちゃうようなね。でどうもやっぱりこの時代のまだ73で若いんですけれども、
なんかね、いろんな方が亡くなっていくみたいなところで、本当にちょっと辛いなっていうようなね、ことあったんですけども、まあ、今度、今回の対談では、いろいろと、お互いに辛かった思い出も含めて、後ほど行きたいと思うんですが、まず最初に、この井川さんとの対談をやるということで、取り上げてほしいテーマはということで、アンケートを取ったら、もうものすごい、1500票ぐらいですか、来て、はい、こういうような状況になってます。1番は、丸1、次はアメリカの意向で上川首相、まあ、上川陽子外務大臣が首相になるんじゃないかという、で、次が、税収は全部使ったと鈴木財務省、28%。まあ、岸田さんの端を外したということですね。で、丸3、戦争中にウクライナ復興支援約束、これが 10%。で、4番、公明山口党首、パンダ訪中弊害。まあ、パンダ外交って今頃やってることはね。まあ、そして5番、トランプ大統領復活の可能性 36%。まあ、皆さんがとにかく、井川さんとのお話しするんであれば、まあ、とにかくこれは聞いてほしいということなので、まずここからお互いにちょっとお話をさせていただきたいと思います。次はアメリカの意向で上川首相ということですが、どのように思われますか？今大臣ですね。上川大臣、外務大臣されてますけど、まあ、その、自民党の中でも私、その、イメージとしては、死刑執行をためらずに、法務大臣時代にされたという、まあ、毅然としたところがある方なんだろうなという、漠然としたイメージと、あと、まあ、経歴で、まあ、アメリカにも留学されてる。そうですね。ハーバードやってますね。ハーバード。それと上院議員かなんかのね、スタッフやってますね。ただ、まあ、それ以外の、まあ、考え方だとか、政策の方向性だとか、まあ、国家観だとかいうのは、まだちょっと今まであまり知らないので、ちょっと評価しづらいんですが、このアメリカの意向でっていうのは、これは、アメリカがなぜっての思いますし、これなんか、アメリカ、自民党の党内のその、いわゆる策謀でこういうのが持ち上がってきてるんじゃないんですかね、アメリカ関係なく、ね。どうなんでしょう。いや、これまたちょっと内輪のね、内輪というか裏裏のお話させていただくと、ものすごくまず中日エマニュエル大使が、まあ、よく口出しをする LGBT も岸田さんにやらせてしまったエマニュエル大使が、上川さんを一生懸命推してるんですね、今ね。で、僕ら、記者やってて、言うと気づくと、アメリカ大使館のメンバーとお付き合いがあると気づくんですけれども、彼らは、ある時期になると、次の総理は誰になるんだろう。で、その次は誰、その次の次は誰っていうことで、3代先までの総理の候補っていうのを、いろんなところから、その情報を取って、レポートをまとめるんですね。それで僕が聞いてる中では、突然10月ぐらいから上川さんの名前が突然出てきて、で、どうもそのエマリア大使もそういった報告書をホワイトハウスの方に上げてるみたくて、アメリカは上川さんいいんじゃないのっていうふうになってるみたいな。で、その背景というのは先ほど申し上げた上川さんがハーバード大学だっていうことと、その後に向こうの議員のスタッフやった、その議員が非常に、なかなか力を持っているみたいなことがあるみたいなんですね。で、ちょっと振り返ってみると、この間の内閣改造で、中国のもう犬じゃないのというところまで言われてしまった林さん。はい、林さんを外して、上川さんにやった。はいはい、で、僕らは、林さん外しだけを見てたんですね。ですから、アメリカからね、文句言われたから、林さん外して、で、無難なところで上川さんでやったんじゃないのっていうふうに思ってたんですが、どうも、上川さんの外務大臣起用っていうのもアメリカの意向だった。なるほど。っていう形に今、いろんな状況の中で、そういうものは見えてきた。なるほど。ってなってると思うんですね。ですから今、岸田さんが、岩盤支持層が離れて、支持率が 20% 前半。まあ、今後もしかすれば、年末にかけて 20% 割るような一桁になるんじゃないか。で、これはどういうことかといえば、やっぱり国民が早くやめろって言われている。で、自民党内でも次の総理は誰なんだということで、いろんな高市さんも含めて、いろんな動きが出てきてるわけですね。そういう中で、上川さん。アメリカの意向を受けた上川さん。下手したら下手するんですけれども、果たして
独立国日本として総理大臣までアメリカに作られていいのかっていうところがどうですか？私は日本保守党支持を明言しているんですが、はいはい、それまでは安倍総理が亡くなって岸田さんが変なことばっかりするまでは自民党支持者、うんうん、岩盤保守層だって支持層だったわけです、はいはい、その立場をその時の考えで、うん、頭で考えた時にはですね、はい、まあアメリカの意向云々はちょっと尺に触りますが、うん、上川さんっていうのは案外悪くない上司から、うん、そっちの、うん、あまりその今までそのなんていうんですかね色がついてないっていうか、うん、なるほど。だからまあ本当は例えばパンダハガーなのかドラゴンスレイヤーなのかわからないですけれどもとりあえず今のところ色がついてないし、ね、まあ女性だからっていうのはちょっと女性に対して失礼だとは思うんですが、うん、まあ自民党としては悪くない策略かなという気はします。まあエマニュエル私も大嫌いなんでですねアメリカあとアメリカ米国民主党嫌いなんで民主党はひどいですよね。本当ね相性悪いです日本だなという。本当そうですね、はい、だからまあ次期大統領選でトランプさんがね非常に有力だっていうことが非常にちょっとかすかな希望としてね、はい、こちら側にも来てるんですけれども、まあだから上川さんの部分っていうのは上川さん自身がもしかしたらシナリオとかメモ通りに動いてる方かもしれないし、まだ中身がね、はい、よくわからないっていうところがねちょっと不安ですよね。で今井川さん言われた日本保守党本当に頑張っていただきたいんだけども、いかんせん組織と候補者と、はい、その屋台骨がまだねきっちりできてないですよね、はい、ですけれども僕はその今度岸田さんの次を決める総裁選総理その、いろんな形で国民世論を動かしていくっていうことを考えれば日本保守党が果たす役割ってものすごくでかいと思うんですよね。百田先生や有本香織さんは、はい、自民党の、それによって、この保守党の存在によって自民党を正すとか、うん、そういうようなつもりはないと。うん、我々も自民党は関係なくやっていくんだとおっしゃってますが、うん、まあ、さはさりとてですね、やっぱこの存在がですね、うん、存在感が大きくなればなるほど自民に対する牽制、結果的に牽制になりますから、うん、露骨なリベラル路線とかですね、うん取れなくなるんじゃないかということを、まあ、私は期待してます。なぜなら、うん、仮に次に自民党が過半数割ったとしても、はい、残った政党でできるは、政権できるとは思えないんでですね、自民党とプラスアルファってことになるんだろうと思いますので、そのためにもやはり、まあ、私は支持者なんで、ポジショントークですけども、頑張ってほしいと思います。井川さん、あれですよ、一番いいのは、それこそ、高市さんも含め、青山さんも含め、割って出て、一緒にね、連立政権を作ることですよね。自民党がやっぱり本当に国家のためを考えて自民党再生ってことを考えればやっぱり割って出るような方々がいなければ自民党は変わらないと思いますよね。派閥の論理で全部動いちゃうわけですから、自民党の中からの改革を期待するべきとおっしゃる方もいるんですが、うん、いや例えばその改革できる、正すことができる勢力と、ダメな勢力が拮抗してるとか言うんだったら分かるんですけれども、少なくとも私の目から言ってですね、今自民党衆参はして、400人ぐらいいるのかな、はい、そのうち多分、片手で数えるぐらいしかですね、私の思う、まっとうな人はいないんで、400対5、395対5ではですね、うちから正すってのは無理ですね。そうですよね。はい、やっぱり、岩盤支持層が離れるっていうことは土台が腐ってる証明以外の何者でもないわけですからね。話飛びますけど、やっぱり今、自民がやってることも、この、立憲系のですね、いわゆる公金中中って言われても、はいはい、右も左も税金にたかってる公金中中としか思えないわけですよ。うん、レーナーの医師会からの献金なんかが代表的ですよ。はい、あと、秋元、はい、代議士の件もそうですからね。はい、なんか、ルール改定された時にですね、はい、これはもう明らかに政治がですね、腐ってる裏があるんだろうなと思ったら、さすがにそこはですね、特捜もどっかの製紙会社の会長を挙げるだけじゃなくてですね、ちゃんといやいや日本の腐ってる部分をちゃんと手つけてくれた。僕は後で言いますけど、はい、案件は特捜部はもうやらかしたと僕は思ってますから。もうひどい案件で、これは後ほどやりますけど。はい、いや、おっしゃる通りです。でね、次の税収は全部使ったと、杉財務省。つまり、その税収分の、その、なんていうかな、増収部分で、還元しますよということで、岸田総理が、減税に口をしたと。そしたらいきなり、その増収分でもうなくなってんだぞということで、
財務大臣自体が総理のはしごを外したという案件です。これはどう思われますか？いや、まずこの、うん、まあ、確かに使ったら間違いない。確かに金庫に積んであるわけではないんですけど、私はリフレ派ですし、はい、まあ、1000兆円でしたっけ、もっとでしたっけ、うん、今国債発行残高、はい、そこにですね、もう、あと 1.5%、15兆円ぐらい増えてても、うん、経営者の考え方から言うとですね、分母に対しての比率で見ますから、うん、それで景気が浮揚するんだったらですね、うん、私は消費税 1.5% に戻、うん、たとえ期間限定でも戻せ派なもんですから、ね。おっしゃる通り、それしかないんですよ。それをやったらもう劇的に国民のね、気持ちも変わりますよね。インフレ 5% を、相殺することになるんですけど、うん、ここでまた言い出すのが、その、金持ちにも平等に、恩恵あるとか、中には所得が高い人間をたくさん使うからより恩恵が出るとかですね、もうね、本質じゃないことを言う。今は、経済対策の話をしてて、それに対して金持ち優遇とかいう話ではないんで、うん、これは切り分けてやればいいだけの話ですし、うん、あと、まあ、何ですか、よく言うのは、その、高齢者、消費税では高齢者も使うから、はい、世代間で公平な、うん、ものだって言うんですけれども、うん、いや、ちょっとそれは次元が違う問題をごったりにしてるんで、何が本質かっていうことをですね、まあ、分かった上でかき混ぜてやらせないための、うん、まあ、財務省の論調なんだと思うんですけれども。おっしゃるとおりですね。僕はちょっと驚きだったのは、今、財務省から来ている消費秘書官いるんですけれども、開催高校の、もう総理の後輩だということで、6年吹っ飛ばして、もう大出世のように来てるんですけれども、彼がやっぱり主計から、官からの秘書官になって、で、ここが全部実は岸田さんがどういうことを言ってるとか、どうなってるっていうのを本省に全部連絡いってるわけですね。で、本省としてはもう増税一本やりじゃないですか。で、ここで岸田さんがいきなり減税とか言い出したと、裏切ったと。いうことで、まあ、例の神田財務、副大臣の、そういう税金滞納とかいうのをいきなり情報を、まあ、週刊文春にリークしていった。つまり、これはある種のクーデターに近いって僕は思うんですね。ですから財務省を抑えきれなければ、まあ、経済が本当にね、ボコボコになってしまうんじゃないかって不安がありますよね。安倍総理も財務省の頭角運動にあったっていうことをおっしゃってましたし、いや、日本の癌の一つではありますね。彼らなんで、わかんの、やっぱりね、経済学一回全員に、もう一回サメルソンの経済学ぐらい読ませなきゃダメだと思いますね。いや、ですからね、安倍さんの今お話に出たんですけれども、安倍さんがなぜ財務省から睨まれたかといえば、決められていた消費税増税を2回延期したと。で、2回目にさすがに財務省が切れて、それで実は理財局側で森本学園の裏側のトラブルがあって、それで、まあ、昭恵夫人がね、こう、名誉が、校長かなんかっていうことで、べったりだと。で、その、これを使えば安倍さんを追い込めるっつって、やっぱりその情報もやっぱり財務省から流されてるんですよね。ですから、まあ、国税含めて、そこを財務省っていうのが、見方を変えれば、国内最強の情報機関なんですよね。はい、ですから、その意味で言うと、高市さんが今総理になろうとして、いろんなことやられてますけれども、高市さんも実は裏側でやられてますよね。で、奈良県なんですよね、高市さん。今の、財務省のトップ、茶谷事務次官は、奈良出身なんですよね。そして、今、秘書官に行っている方は、奈良副県知事の出向者なんですよ。では、何やってるかって言ったら、積極財政論の、まあ、安倍さんの路線を継ぐ高市さん、絶対許せないんですよ。ですから、いろいろとやっているってことになる。ですからもしかしたら、これは本当に新しい時代の戦いになるのかもしれませんけれども、財務省と戦える総理っていうのがやっぱり必要だってことになりますよね。これ可能ですか？なかなか難しいですよね。やっぱり。そうですよね。もう、与野党、みんなそういう意味で言うと、握られてますから、別に昔はよくまさにその、例えば、
税金の問題、あの、この間の、あの、副大、え、うん、何ですか、政務次官の話じゃないですけど、もう一つは、やっぱり、その、政治家みんな、なんだかんだで、その、今度は収入、レベニューの方でね、握られてますからね、先ほどの野党でさえですね、あの、消費税減税にですね、消極的なのは立憲でさえですね、あれ、やっぱりその、言い出すとですね、彼らの周辺の NPO に、はい、流れ込んでいってるですね、公金がですね、そうですね、あの、絞られちゃうっていうこと、なんでも、保守、なんですか、与党も野党も財務省に。そうですね。あの、尻尾と喉元抑えられてるって感じですよね。だから政治資金収支規正法の違反行為が問われているパーケンの問題も含めてね。パーケンなんか本当危ないですよね。あれ、本気でやられたらね。そうですよね。で、次にね、あの、戦争中にウクライナ復興支援約束っていうことなんですが、これ一部で言われている、その、岸田総理が、バイデン大統領に10兆円、はい、まあ一部には20兆円みたいな話ありますけれども、世界中のどこよりもたくさん金を出せと言われて、それを承諾したみたいな噂というかね、情報が流れてるんですけど、これはどう思われますか？まあこの真偽は私にはわかりませんが、はい、あの、岸田首相ならありそうな話ですよね。LGBT 法案が通った理由も、まあ、あだこうだ言われてますけれども、あの、バイデンが来ないかもしれないって脅されたって説があるじゃないですか。あの、はいはい、アメリカの予算執行が止まっちゃうからって。はいはいはい、あんなもの絶対来ないわけがないんですよ。はい、あの、安倍総理だったら、あ、そうですかと。もう分かってました。ゼレンスキーさんが来るんですよ。そうですね。で、こうやって初めての対中、あなたが、アメリカが一番望んでいる対中包囲網を完成させる。うん、まあ、あれ、それ自身は非常によく、あの、G7 は良かったと思うんですけど、はい、それにいらっしゃらない。あ、そうですか、そうですか。じゃあ我々で何とかしたきますって言ったら、慌てて来るに決まってるのにですね、来るの分かってんのに、その駆け引きができない、その度胸のない男はですね。いや、本当おっしゃる通りだと思います。それと、僕は度胸ないどころか、もうとんでもない話が、になってると僕思うんですね、はい。というのは、あの、実はね、今年の8月にもう財務官僚は密かにウクライナ行ってるし、11月に、その、経産大臣、西村さんとか含めてやっぱり行ってるんですね。で、来年2月19日に、実はウクライナの復興経済を話し合うという、まあ各国から来て、日本で開催なんですね。で、思い出していただきたいのは、16日に、あの、アメリカ・サンフランシスコで、日米首脳会談。まあ、日中首脳会談やって、実はボコボコにされて、恥をかいて、慌てて駆け込んで、バイデンさんに、駆け込んで、15分間だけやった。で、その後に、来年、国賓待遇で来てくれと、招待されたっつって喜んで言った。その裏側何だと思いますか？そういうことですか。そういうことなんですよ。つまり、2月19日のそこできちっと発表しろと。それだったら、お土産として、あの、見返りに、国賓待遇で呼んであげる。ただし、それは、岸田お前の花道だよ。っていうような、アメリカ側の意向だというお話が、やっぱりあるんですね。2月19日まで首相やってられるかな。微妙ですよね。そこなんですよね。うん。それと、まあ、これ、次の4番目の公明、山口代表のそのパンダ訪中弊害って、これもう言うまでもない話ですからね。漫画ですよね、ていうか、恥ずかしくないのかと思いましたね。いくらね、あの日中平和外交だと言っても、あれだけなんか全ての状況を無視して、しかも違和感だらけで、パンダのことを言いながら、人質解放のことも言えず、何も言えず、で、嬉しそうにして、握手して帰ってくるって、何のために行ったんですかって話になりますよね。パンダじゃなくて人質連れて帰ってほしかったんですけれども、私そうツイートし、あの、ポストしたんですけど、はい、私あの、その後なんとなくですね、これまたあの、はい、根拠がない、私の推測なんです、はい、の推理なんですけれども、はい、あの、習近平からあの、岸田首相にですね、うん、あの、池田、あの、名誉会長に関する弔電が来たじゃないですか。はい、これもすごいですね。あれもらいに行ったんじゃないのかと思うんですよね。でも、いくらなんでも、あの、一国の、あの、中国、あの、プライドの高い中国が、一、うん、あの、宗教団体に送るわけにいかないから、はい、そこの話をつけてて、だから向こうに、それしに、あの、お願いです。弔電出してくださいっていう、実はタイミング的にも微妙じゃないですか。じゃあ、パンダは言い訳なんですね。言い訳じゃないかな、という、なりちに言ったのかって言ったら。ひどいな、あれは。相当公明党の評判を下げましたよね。
池田大作さんが亡くなられて、まあ、いろんな評価の仕方はあるんですけれども、はい、池田大作さんのおやりになった日中外交そのものだって泥を塗るような僕は今回の山口さんの訪中だったと思いますよね。で、それで、あと最後なんですけども、トランプ大統領復活の可能性。はい。これはですね、いろんな、はい、先ほども、前の番組で、おっしゃってましたけど、はい、じゃトランプ大統領も、バイデンよりマシかなと思うんですが、この人、アメリカにとっての是々非々だけで動くから、どっちかっていうとですね、共和党のですね、伝統的な形ですし、猛獣使いの安倍さん亡き後ですね、この猛獣がですね、またリングに、上がってきたら、大丈夫かなっていうですね。いや、本当そういうことなんですよね。だからその猛獣を使える人がいないですからね。ただ驚きなのは、まあ、トランプさんが大統領選に出れないように、いろんな形のね、はい、工作が始まってて、ところが昨日あたりから、今度は何が出てきたかというと、来年トランプさんが大統領選挙に出馬して、戦って、後半で暗殺されるっていう情報をね、バンバン言い始めてる。つまり、これ、単なる脅かしの情報というよりも、そういう情報が流れると、乗っちゃって動くところもあるということもありますからね。自己実現的予言ですよね。そうそう、そうなんです。ですから、非常にちょっとアメリカの状況っていうのはトランプさんをめぐって、まあ、いろんな妨害工作があるわけですけれども、選挙途中の暗殺まで口に し始めてきたっていうことで、僕はちょっと非常に、これちょっと怖いあれですけども、本当に注意して見なきゃいけないなっていうふうに思いますね。で、これからね、実は僕は井川さんの5本、まあそこにも紹介されてますけれども、堀江さんとの対談の本も読ませていただいて、非常に面白いというか、非常にいろんな意味でね、なんていうのかな、考えさせられる部分がありました。それで、そもそも論として僕はわからないのは、井川さんが、まあ、100億以上のお金でカジノをやった。で、会社っていうことで言えば、85億8000万円ですか。だけれども、これ、ご自分のほとんど持ち株会社で、で、しかも、最終的には、返せてるわけですよね、はい。で、返せている案件で、有罪懲役刑がある。で、しかも懲役刑4年実刑判決っていうのは、もうちょっと信じられなくって、本来であれば、これは執行猶予つくぐらいで、執行猶予もつくかどうかわかんないんですよ。ただしこれ、なんで、そういうふうな形になり立ってるかというと、大王製紙、会社側が被害届で告訴状を出してますよね。この告訴状なければ事件は成立してないですよね。はい、ということは、会社側が検察と組んで、井川さんを含めて追い出そうとした。まあそういうことなんですけれどもね。ですよね。これはでも、ご自分が、その、渦中にいらっしゃった時に、そういうことは感じられてましたか？そうですね、はい。まあ、途中で逮捕の前ぐらいには、なるほどなっていう感じありましたけれどもですね、9月30日、26日にも全額返すということで話ができてたんです。うん、関係会社6社、はい、7社かな、はい。で、同日9月26日、検察からも9月30日、返してしまえばなかったことになりますから、うん、9月30日までに返すんだったらもう事件化しませんと。うん、本来そういうことですよね。村木さんで、厚労省の村木さん冤罪事件の直後だったんですね。検察審議会もできてですね、いろいろ叩かれてる時なんで、検察も変わりましたと。それこそ特捜部長やってる森本、今、変わりました、はい、森本さんが私の担当検事で、で、そこに私の弁護士が話をしに行ったら、検察も変わりましたと。いたずらに事件化する気はありませんので、9月30日、要するに、上期の決算が終わる時までに返していただければって言って、26日に、ただ、一気に、その時残ってたのが50億もないのが、30なのかな、はい。それを一気にキャッシュで用意できないから、借りてたわけなんで、うん、で、なんでそれ以外の、関係会社、他に持ってる関係会社の株式も含めて、うん、グループ内ですから意味があるわけなんで、はい、大仏弁済でっていうことで、各社、全部それでも契約書も、取締役議事録も、全部用意しといて、うん、26日の朝10時に行って、北海道の会社から岡山まで、あちこちにある子会社ですので、はいはい、で、全部私が
社、あの、代表会長やってるんですが、任せてある専務とか社長からですね、10時前に次々と電話がかかってきて、やはり現金でお貸ししたものは現金で返していただかなければって言ってですね、これはもう本社からの指示ですよ。佐藤という当時の社長のですね、はい。まあ、そんな感じですね。やっぱりね。だからそれは、本社と、知見が組んでるわけですよね、知恵付けでね。だから僕はあの東京地検特捜部といろんな場面、いろんな事件で関わってきてるんですけれども、僕自身も実は地検特捜が捜査会議開いてる中で加賀公也逮捕するという宣言して、で激震が走りまして、で僕のところにもすぐ連絡が来て気をつけると、特捜がやるって言ってる。で、それ何なのかって佐川急便事件に関することで、月刊文藝春秋記事書いたんですけれども、その記事をめぐってなんですね。で、文藝春秋にも来て、で、加賀逮捕。で、文春は、我々は我々で戦いますから、加賀さん加賀さんでやってくださいって逃げちゃったんですけど、で、実はいかに地検特捜部がデタラメかということを、この次の、回でちょっと井川さんといろいろとお話しできればと思います、はいはい、ではこの回は一回締めさせていただきます。皆さんありがとうございました。ありがとうございます。